三好の朝を楽しむコースの後半、今回は坂本さん一家3世代でコースを体験しています。霧の海の後はこちら。果物狩りをしたいなと思います。リンゴ狩り初めてだからすごく楽しみです。訪れたのはフルーツランド富野。出荷にも力を入れている農園で、こだわりの甘いフルーツが人気。早速リンゴ狩りを体験しましょう。うちのリンゴっていうのは全部袋かけてるんです。病害虫を守るために袋をかぶせて、そうすることで要は農薬量を減らすという。低農薬で育てたリンゴは収穫してその場で食べても安心。リンゴ狩りは11月末頃まで。20種類以上の品種があり、実ったリンゴを収穫できます。すごいいい匂いだ。確かにいい匂い。おいしいよ。おいしい。甘い甘い。それだって、あ、おいしい。入場料を払うと時間制限なしの食べ放題。しかもお弁当などの持ち込みも OK です。さあ、お待ちかねのランチタイム。道の駅夢ランド富野に戻ってランチバイキングを楽しみましょう。今年新しく鉄板焼きコーナーも導入してリニューアルした店内には、新鮮な野菜を使ったお惣菜がずらりと並びます。女性や年配の方にも人気のヘルシーなランチバイキングなんですよ。お好きなおかずを取って召し上がってください。家でもね、ここまでいっぱい野菜は食べてないです。嬉しい。体も心も元気になれそうですね。お腹いっぱい。どうでしたか？楽しかったね。楽しかったです。2時間かからないぐらいで来れるので、また来たいと思います。皆さんも三好の朝を楽しむコースを回ってみてね。広島と出雲の中間にありますので、週末遊びに行くときにすごく便利です。魚釣りだったり。